太郎です。今日はアッププラスビューティー定期便の3月号が届きましたので開封をしていきたいと思います。それではどうぞ。案内文に書いてたんですけど、アッププラスがね、なんか男性の表紙っていうのが初めてらしくて、今回はねスノーマン、今人気のスノーマンですねが表紙になってます。で、特集は美肌美容についての特集が載ってますので、もうこれからね春夏に向けて美白とか大事になってくるので、こちらを見てね勉強していきたいと思います。はい、それでアッププラスビューティー定期便がコスメがついてくるんですけど、それがねこちらになってます。まあそこそこ重いかなっていう感じなので中身が楽しみです。はい、一つ目はねこちら、これ見ましたよ。ブルームボックスに入ってたラサーナプレミオールのホワイトティーのセットですよね。これがね3個入ってました。これはブルームボックスで説明してるのでもう説明は省きたいんですけど、シャンプー、トリートメント、ヘアオイルっていうセットなので、旅行とか温泉の時にねこちら使おうかなと思います。でこちら、はい、こちらはスキンマニアのセラミド UV ミルクということで、 UV ケアができる乳液が入っておりました。日中用の乳液ですね。 SPF30 の PA が2プラス、ブルーライトもねカットしてくれる乳液みたいですね。美容液、乳液、化粧下地が一つになった乳液ということで、日中に使うスキンケアの最後っていう形なんだと思います。セラミドがね配合していて、一つ目のセラミドが保護効果のある天然セラミドが入ってて、二つ目のセラミドが浸透保湿発光セラミドっていうのが入っていて、セラミドが肌表面のバリアとなってくれて肌を保護し、肌の潤いまでもキープしてくれる乳液になります。はい、中身はこんな感じになっております。 35g ですね。で、これはよく振ってから使うものになります。この先が日焼け止めっぽいですね。はい、中身は真っ白な乳液なんですけど、伸びは結構良くてまったり感がありますね。ジムとなんかもうしっとりサラサラって感じですね。重みのないしっとり感っていう感じで、これいいかもしれない。なんかファンデーションとかよれにくいかもしれない。うん、そんな感じがします。これは今の時期でも使えそうなので、これから使っていこうかなと思います。続きましてこちら、はい、こちらすごい可愛いサイズですよね。ミニミニのタイプが入っておりました。こちらもかの有名なナチュリエのハトムギ化粧水ですね。 50ml のミニサイズが入っておりました。これはもう何度も購入したり、あとは前もアッププラスで入ってたかな、現品の方が。それがあるのであんまり説明はいらないと思うんですけど、このサイズがあるの初めて知りましたね。そしてこちらですね、こちらもミニサイズなんですけども、ナチュリエのハトムギ保湿ジェルということで 16g のものですね。で、これはね私使ったことないんですよ。こっちはもう結構使ったことあるんですけど、これはないので、なんか簡単なスキンケアがこの2つでできちゃうっていう、ミニサイズなので持ち歩きでお泊まり温泉とかですごく活躍しそうだなって思います。なのでこちらね使っていきたいと思います。で、今回ね開けてびっくりしたんですけど、本当に結構豪華ですよ。続きましてこちら、はい、こちらねなんと2つ入ってたんですけども、黒竜堂のポイントマジックプロプレストパウダー UV というパウダーがね2つ入っておりました。で、1つが01番のブライトベージュのお色で、もう1つが02番のミディアムベージュのお色ですね、の原品がまさか2種類色違いが入ってました。両方ともね SPF50+ の PA が4+の結構日焼け止めが強いタイプになってますね。素肌仕上げのファンデ級カバーということで、毛穴をね一塗りでカバーするパウダーになってますね。クリスタルスキンパウダー配合で、皮脂が出てもくすみを感じさせず透明感をキープさせてくれる、
ピンクのねパールを配合していることによって明るい美肌を演じてくれるみたいですね。でこのパウダーは汗皮脂を弾くフッ素コーティングをしていて、メイクしたての肌をキープさせてくれる。なんかこれはもうお直しとかにすごい適したパウダーなのかなと思います。ボタニカル成分が配合していて、アルガンオイルだったり5種類のねフラワーエキス、そしてミネラル成分も入っていて、美肌成分ビタミン C とかアミノ酸まで入っているものになりますね。 92% のボタニカル成分なので、お肌にも優しいパウダーなんじゃないかなと思います。中身はこちらになります。パッケージめっちゃ可愛くないですか？これは可愛いで持ち運びにも便利だね。この手のひらサイズ、あんまりねかさばらなくていいのかなと思います。で鏡があってパフもついて、はい、こういうお色になってます。でこちらはね01番の明るい方のお色のパウダーになってますね。はい、02番はこのようなお色になってます。01番と比べるとこんな感じ、まあ、あんまりわからないかもしれないんですけど、カメラ越しじゃこっちの方がやっぱり白っぽい色はしてますね。はい、これ実際にどんな感じなんだろう。やっぱりベージュなのでちょっと白っぽい感じはするんですけど、あ、すごくサラサラしてますね。もう本当にサラサラって感じ。まあ、これがねその崩れできたメイクにつけてどうなのか、もしくは崩れる前に朝仕込んだ方がいいのかとか、そういうところをねこれから使って研究していこうかなと思います。そしてまたまた原品なんですけども、こちら、はい、こちらはねここの同じメーカーさんですね、黒龍堂のポアカバーという毛穴用の化粧下地が入っておりました。 15g のものですね。毛穴とさよならということで、これにもね SPF が配合されてて、 SPF23 の PA が3プラスですね、入っております。毛穴落ちをしないように毛穴のベースをしましょうということで、ポアカバーラスティング処方で様々な毛穴の形にフィットし、塗った途端毛穴をカバー、形状記憶する立体型ゲル処方なので、時間が経っても毛穴レスのツルスベ肌をキープさせてくれるということで、やっぱり毛穴って私結構気になってるんですけど、毎日ポアフェッショナル使って毛穴を埋めてるんですけど、やっぱり毛穴用の下地って大事だなって実際に使ってて思ってたので、これねすごい楽しみですね。こちらもねさっきと一緒でボタニカル成分がアルガンオイルと5種類のフラワーエキスが入ってますね。でアミノ酸も入ってて、ヒアルロン酸、コラーゲン、ビタミン C も入ってて、で肌の引き締め成分も入っているので、まあ、毛穴に効くのかなと思います。はい、中身はこのような感じになってます。パッケージ可愛いですね。結構シンプルで女の子が好きそうなパッケージしてますね。はい、ちょっと油が出てきちゃったんですけど、こんな感じのクリームになってまして、塗るとちょっとシリコンっぽいような感じはするんですけど、すごくサラサラ滑らかな肌になりますね。うん、これもねラスティング処方ということで、1日崩れないかキープされているのか実際にね試して使っていこうかなと思います。続きましてこちら、はい、こちらはホットクレンジングオイルが入っておりました。はい、中身はこちらになります。スキンビルのホットクレンジングオイル 3ml のパウチが3本入っておりました。シトラスオレンジの香りということで、これねよくロフトとかで見てたんですけど使ったことはなくて、うん、サンプルが手元に来てくれて嬉しいですね。でこちら温感とね酵素でキメの整った肌へ導いてくれるクレンジングですね。温感で肌の表面を温めることによって毛穴を開いて、で酵素で肌の状態を整えて保つ、まあ、毛穴を開いて黒ずみを出して酵素で肌を整えるっていう感じだと思います。3種のビタミン配合していて、ダブル洗顔も不要のオイルみたいですね。
オイルでダブル洗顔不要って結構使い上がりがどんな感じなのか気になりますね。はい、次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはねリップクリームが入っているみたいです。はい、中身はこちらになります。エックスリュークスのグラマラスリップクリームということで、こちら原品が入っておりました。濃密な潤い、ボリュームあふれる唇へと導くリップクリーム。自然なツヤを生み出して継続して使用することにより潤いを持続し、唇のエイジングケアを叶えてくれるリップクリームですね。ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンなどの働きをパワーアップさせてくれるグロースファクターというエイジングケア成分が入っているみたいです。香りがねダマスクローズの香りなので、まあローズの香りのリップが私が使えるかっていうところにはなるんですけど、気になりますね、どれぐらい効果があるのか。はい、中身はこんな感じになってまして、無色ですね。香りは、あ、優しい香りですね。思ったよりザ作られたローズっていう香りがするのかなと思ったんですけど、そうでもない感じがするので、まあほのかに香るローズっていう感じなので、私にも使えるリップなんじゃないかなと思います。まあこれは夜使っても良さそうですね。なんか色付きじゃない分布団とか服についても問題がないので、夜寝るときってすごく唇が乾燥するので、これをたっぷり塗って寝てみようかなと思います。はい、今回の中身は以上になります。本当にたくさん入ってたなと思います。豪華すぎてすごく驚いています。私結構毛穴、頬のね毛穴がすごく気になってるので、こういうのは本当に嬉しいです。いろいろ試したいなと思ってたので嬉しいですね。もうあとはここら辺も全部使えるものだったので、今回は本当に当たりの月だったなと思います。一応今回入ってたものは概要に書いておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。